皆さんこんにちは、公認会計士の小林裕司です。本日は公認会計士の合格後に通った補習所、この補習所で学んだことということで話をしてみたいと思います。本日は公認会計士の補習所で学んで思ったことということでお話をしたいんですけれども、この補習所といいますものは、公認会計士試験に合格した後にですね、まあ、いわゆる就労考査を受けることになるんですけれども、まあ、それまでの期間にですね、就労考査を受けるための要件の一つにもなっておりますけれども、実務補習を行うというふうになっております。で、補習所というところなんですけれども、まあ、簡単に言いますと、公認会計士、まあ、当時私は十数年前の合格ですけれども、二次試験に合格した後、また実務の架け橋ですね、実務への架け橋ということで、いわゆる会計基準の、まあ、もう少し深い話ですとか、税務、あとは IPO ですとか、あとは経営分析、あと財務ですね、まあ、そういった幅広い、まあ、知識を勉強するというような、ところになっています。そして週2回の講義が行われるんですけれども、当時は確か水曜日と土曜日というふうになっておりました。これは監査法人で、まあ、良かったなと思うところなんですけれども、実務補習所については会社法人からもですね、それに間に合うように、まあ、現場を変えていいというふうになっていましたので、現場の先輩もですね、今日補習所ですというふうに言いますと、それに間に合うようにいろいろ調整をしてくれて、定時には早い時もありますけれども、補習所に間に合うようにまあ、現場から解放されると、まあ、こういったようなシステムになっておりました。そして平日以外はですね、土曜日、特にですね、土曜日の午後1時からだいたい夕方の5時ぐらいまでですかね、まあ、その時間で、まあ、講義を受けると、まあ、こういったようなスケジュールになっていました。私は公認会計士協会の東京会に所属しておりましたので、会場はですね、公認会計士協会の、まあ、地下の会議室、もしくは外部会場ですね、ここでやっておりました。土曜日が外部会場のことが多かったんですけれども、確かね、前期と後期で分かれるような記憶があったんですけれども、当時はですね、渋谷駅の近くの会議室を借りてやっておりました。で、この実務補習所、今はもしかしたらちょっと運営団体がね、変わってしまったので違うところもあると思うんですけれども、当時は監査法人のですね、マネージャークラスの人が講師役で実務補習所で教えていました。まあ、それなので変な話ですけれども、自分の監査チームのマネージャーが、まあ、講師で来たりとか、まあ、そういったこともありましたし、他の監査法人のね、マネージャーと話をする機会もありましたので、いろいろ面白いこともあり、刺激にもなりました。で、特徴的だったのは、今もあると思うんですけれども、1泊2日の、まあ、研修があるんですね。1泊2日の研修ということで、当時は静岡の富士の方に宿泊施設がありまして、エバーグリーンって言ってたような記憶があるんですけれども、そこで1泊2日の、研修がありました。補習所の机の並び方は本当にあいうえお順で並んでいくんですけれども、4人か5人1組で、まあ、その研修の時のチームが組まれました。で、1泊2日ということで、主に何をやったのかはっきりは覚えてないんですけれども、ビジネスゲームをやっていたのを覚えています。で、うちのチームはですね、運よくですね、そのビジネスチームで、まあ、その回のね、1位を取ることができまして、記念品としてね、図書カードをもらった記憶もあります。あずさの人が1人、別のね、事業部の人がいたりと、こう、あとは、トーマツと、新日本の方が、いらっしゃいましたね。はい、あと、中小の、監査法人の方もいらっしゃいました。本当にね、いろんなミックスされて、まあ、それぞれの、年代はまあ近い感じなんですけれども、いろいろ情報交換もできてね、すごい良かったですね。で、その1位を取った、まあ、その後にですね、1位取ったからってわけじゃないんですけれども、夜にね、食事の後に、まあ、簡単な懇親会がその宿泊施設で行われていました。先輩からはですね、稀にハメを外しすぎて、まあ、法人からね、後で注意を受けると、まあ、それぐらいなんかハメを外しちゃう人もいるらしいんですけれども、私たちの時はそんなにハメを外す人はいなかったんですが、みんなやっぱりこう同期で、ちょうど仕事の悩みとかもね、抱えてるような時期でありましたし、お酒を飲んでみんなこう気分が良くなってね、結構ワイワイやってたような記憶があります。まあ、そんな中でですね、まあ、受験勉強長い短いもあると思うんですけれども、まあ、大体はこう社会人経験なく、まあ、監査法人に入社される方も多いので、その実務補習所ではですね、意外とこうマナーがね、結構に厳しかったんですね。
で運営していただいてたその事務の方がですね、まあ、男性の方なんですけれども、すごい厳しいんですよね。でもちろんその補修所自体の規則もあって、まあ、それに沿って、注意していることなんですけれども、土曜日とかですとね、こうやっぱり仕事換算時休みの場合も多いので、いわゆるこう私服できちゃう、いいんですけど、私服できていいんですけれども、本当にねこうジーパンはダメなんですよね。いわゆるビジネスカジュアルで来てくださいっていうような感じなんです。まあ、ジーンズとかサンダルとか短パンで行ったらもう会場に入れてくれないんですよね。で本当にそれぐらいあの服装に厳しかったです。これは女性の方にもねそうだったと思うんですけれども、まあ、そのジムの方がよく言う口を酸っぱく言ってたのは、あなた方はねこの後修了講座を受けた後に公認会計士となると、で今ではもう公認会計士の会計士法ということで、まあ、いわゆるこう専門家として時にはこうクライアントの経営者の方とお会いして話をしたりすると、まあ、そういった時に最低限のそのマナーをね身につけないで経営者と話すなんてことは、あのそんなことは私としては許せないというような、まあ、信念のもとですね、本当にね服装にはねかなりうるさかったですね。実際私もあの知り合いの人でそのジーンズかなんかできてね会場に入れなくて追い返されてた、まあ、それぐらいなんか厳しい感じでしたね。まあ、今はですね、当時はあの会計士協会が確か運営していたんですけれども、今はその運営母体がね、まあ、会計士協会なんですけれども外部に委託しているはずなんですね。だから全く十数年前と同じというわけにいかないと思うんですけれども、まあ、それぐらいねこうマナーに厳しかったというのが私のその補修所で学んだあの第一印象でした。でこの補修所はやっぱりこう通常のセミナーと違って、まあ、監査法人のその現場でも出てることがあるマネージャーが、まあ、実務経験とかを踏まえながら話をしてくれるので、本当にね普通の一般的なセミナーよりも本当に価値があるものでした。でテキストもおそらくマネージャーの方が、まあ、作ってね、まあ、そういうテキストを作る委員会があるようなんですけれども、まあ、そこでこう作って、まあ、みんなに提供していると、まあ、それぐらい結構熱の入ったあのセミナー講義が行われておりました。今でもですねやっぱり貴重な経験だったなというふうに思います。平日にねこうセミナーを受けに行くっていうのはなかなかね、普通の仕事をしている中ではね難しいと思います。まあ、それを監査法人としてもねしっかりその時間、補修所通えるようにということで確保してくれるのと、で土曜日は土曜日で、まあ、本当はね休みたい時気分もあるんですけれども、まあ、午前中だけはまあ休んで、まあ、午後から2コマしっかりまあ講義を受けると、まあ、そういったような感じでしたね。で実際にはその後私たちの場合には、まあ、新試験制度の影響で、まあ、租税法と監査論をもう一回受けなければいけないということだったので、私もその土曜日に受けた後に、まあ、あの翌朝ですね大原のまたオンデマンド講義ですね、当時は、まあ、大原にまた通うと、まあ、そういったようなあの1年間を過ごしておりました。だから本当に土曜日の午後からは、まあ、補修所で、まあ、夜はね、まあ、飲み会とか、まあ、自由時間でしたけれども、翌日曜日の、まあ、午前中から夕方にかけては租税法監査論をね普通に勉強してましたから、1年目意外にねこう時間があって楽しいのかなと思ったんですけれども、意外とね1年目当時はですね時間がなかったあの印象です。補修所はもちろんあの繁忙期はねあの開講されないので、まあ、割とまあ、繁忙期といっても今いろいろありますから忙しいと思うんですけれども、まあ、当時はねあの3月決算法人の、繁忙期にはなかなか被らないように、さすがにあの繁忙期の監査の一番忙しい時に補修所ですっていうところはなかったですけれども、まあ、そういった感じで1年間ですね、まあ、勉強漬けだったあの1年でありました。まあ、そういったことでですね、皆さんも公認会計士合格した後に補修所に通われることになると思うんですけれども、補修所は本当に、まあ、その会計士人生の中でね、その期間しか受けることができない補修の体制ですので、あのぜひね、この経験をね、してあの大事にしていただきたいなというふうに思っておりますし、まあ、ここでできた人脈というものもね、まあ、その後生かす方もいらっしゃいますし、やっぱりいろんな法人の方と話し合うことで、いやお互い見えないところが見えてくるというところも非常に補修所の魅力でありました。そして、本日のメインテーマでありましたけれども服装ですね、まあ、いわゆるその会計士としての最低限のマナーをそこで身につけると、まあ、そういったところがこの裏の目的にありましたので、まあ、そこはね私も非常に良かったなというふうに思っておりますし、できればねもう一回補修所行ってみたいなというふうには個人的に思っております。それではですね、本日の動画は以上となります。
またリクエスト等ありましたらコメント欄からメッセージいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。